チャンネルのマサです。ジムニーが納車されてからずっと悩んでることがあって、っていうのがこのラゲッジスペース、これをどんな感じに使おうかなっていうのと、あとそれに合わせたラゲッジマット、多分納車待ちの方だったり、すでに納車されてる方もライフスタイルに合わせた使い方ってどんな感じなのかなって多分悩んでると思うんですけども、自分もすごく悩んでまして、でようやく2ヶ月ちょっと乗って、自分の使い方がだいたい分かってきたので、それをちょっと紹介できたらなと思います。この2ストップドアオープナーであったり、あとはラゲッジネットで、テールインナーガーニッシュ、こういうのをつけて、すごく使い勝手は良くなったんですけど、肝心のラゲッジスペースの使い方っていうのがなんか今一つ決まってなくて、この後部座席を倒してリアはフラット状態で使うのかどうなのか、実際収納スペースの少ないジムニーにとったら、このリアのシートを倒して収納スペースを増やすっていうのはありなのかなとは思ってたんですけど、このシートを起こした状態のこのラゲッジスペース、割とスペースはあるんですよね。このフラットの状態で、ラゲッジマットを敷いて使ったとしても、やっぱり買い物したものをそのまま置くと転がったりすると思うので、ラゲッジマットの上にさらにボックスを置かないと、運転してて不安定になるのかなと思うので、この状態で使うのもどうかなっていうふうには感じるんですよね。一番やっぱり問題なのは、この純正のラゲッジスペースのしまい板模様の樹脂が傷つきやすくて滑りやすいっていうところが一番問題ですよね。で、やっぱり自分にはこのラゲッジスペースがフラットの状態はちょっと使いにくいので、上げた状態で、使用することにしました。でこれに合わせて、ラゲッジマットも購入しました。ラゲッジマットなんですけども、この部分だけカバーするんじゃなくて、このフラップ、これですね、これもカバーしたいなと思っていろいろ探してたら、今自分が使用しているフロアマットのアビレスさんっていうメーカーがあるんですけど、そこで自分が探してたそういう形のものが販売されてたので、それを購入しました。で、これがラゲッジマットになります。色はフロアマットと同じブラウンを選びました。じゃあちょっとつけてみます。で取り付け方法は、このマジックテープで貼り付けるような形になります。簡単ですね。ラゲッジスペースがこういうブラックだったので、このブラウンが合うのかどうか心配だったんですけど、このちょっと見えるシートカバー、この色合いとも合っていて、すごくいい感じかなと思います。すごく重厚感のあるラゲッジマットなんですけど、このフラップ部分はしっかりと曲がります。いいですね。じゃあラゲッジネットもちょっと取り付けてみます。なかなかいい感じです。これでまたラゲッジスペースが使いやすくなりました。